水分補給大事ですからね。ですね。もうこの夏は暑いのかな。今のところちょっと涼しいですけどね。ですね。はい、では2本目よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。はい、あれどこ行った？メモあったあった。はい、大丈夫です。はい、では始めていきます。はい。よろしくお願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。放送上は21になりますかね。ですか、当たってます。そうです、一瞬あれ間違えたかと思った、合ってますよ。合ってます。はい、21日が何の日かっていうのを調べてたんですよ。はい、だけどなんかテーマになるようないいものがなくて、はいはい、なのでどうしようかなって考えてたら、はい、友達からいいテーマがありまして、はい、それを今回テーマにしたんですけど。あ、なるほど。だからもういい、あ、確かに話しやすいテーマだなと僕は思ったんで。うんうん。まあ、なかなかそういうシチュエーションってないんですけど。はいはいはい。今現在ですね。はいはいはい。まあでも、なんか僕は結構そういうことも昔は経験してたので。ああ。割と、あの、一人で動くのが得意な人間なんで。はいはいはい。なるほどなるほど。話していきたいなと思っております。はい。では番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の放送、様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね、ということで、最近の出来事なんですけど、はい、私結構あの電波夜なばるまで飛んでなくて、はい、いつもあのリスラジカ、マイチューナーラジオで聞いてるんですよ。はい。移動、その時にたまたま移動してて。はい。で、放送中に、ちゃっかりとあの、ツイッターを見てたりとか、してたら、はい、意外とあの、反応があるので、お、私は嬉しい限りでございます。皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。そういえば、私、あの、今月に入って、スポンサーさんをまだ紹介してなかったです。そうでしたね。はい。すいません、失礼しました。今月から、私の、元になるんですけど、はい、元職場の、訪問介護トータルサポートさんが、スポンサーさんとなってくれました。ありがとうございます。そして FM ギノワンでは順次、スポンサー様の CM をお流ししております。はい、私あのぶっちゃけ言うと CM 流してるよっていう山内さんから聞いてたんですけど、はい、聞いたことなくてタイミングありますからね。タイミングですね、タイミング、はい、しょうがない。まあ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 、でもスポンサーさんが決まってくれたので私はちょっとラッキーと思いましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい限りで。お、ヤンポーさんがパチパチパチと来ておりますね。いや、嬉しいですよね。嬉しいですね。なんか先週の母の日何あげるのことで、ヤンポーさんがマグレア本舗がいいよって来てましたね。おお。マグレア本舗
泊まりにありますね。あ、そうなんですね。そうそうそう、聞いたことないお名前だなと思ったんで。泊まり漁港内にある、はい、絶対いいじゃないですか。マグリア本舗さん、私も一回行ったことあるんですけど、はい、まあ、美味しいですよ。ぜひぜひ暇があるときに。そうですね、お寿司屋さん行きたいでは一曲いきたいと思います。お願いいたします。ビートルズで See You Loves You です。どうぞ。なんか今日この曲にしたのは、はい、配信してて今日朝配信してる時に、はい、来てたこのツイキャスのコメントでこの曲休日聴くよっていうのがあったので、あ、じゃあたまには洋楽でもいいんじゃないみたいな僕は洋楽大好きなんで、うん、イエイって感じですビートルズもいいですよね。いいですよね。この年代の曲だったら、あとビーチボーイズとか、うん、あとはそうですね、エルビス・プレスリーとか、あの辺も好きですね、うん、で結構一番好きなのはシュプリームスって女性のグループなんですけど、はいはいはい、シュプリームスの歌はもう恋の手ほどきだと思ってるんでうちの母と真逆のこと言ってくれるんで。なるほど、はい、恋を焦らずって言ってくれるので。確かに、うちの母は焦らしてくるんですけど、あれ私は19で結婚したけどあなたたちはって言ってくるんですね。あー、私もあれですよ、結局再婚したのがもう2年何ヶ月前ですけど、もうそれまではいつ再婚するのみたいなプレッシャーですよね。そうなんですよ。じゃあ間もなく曲が終わります。はい、お聴きいただいたのはビートルズで She Loves You でした。ではでは早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。今週のテーマは暇な休日何してるです。まあ基本私休日って言ってもほぼほぼ動いてるので、はい、暇があるかといえばないに近いんですけど、うん、ポッて何時間か空く時があるんですよ。 ありますね、そういうタイミングっていう。タイミングが、はい、そういう時それ何しよっかな的なねっていうのがあったので、なんかヤンポーさんが、お日さんでマグロ屋本舗のペアチケット当たったんだけど、姉夫婦にあげた、独り身なので2回は行けないからできておりますね。うん、あ、いいんじゃないですか。いいですね。やっぱり、うん、身近な人の幸せも願って。そうですね。私あれですよ。おひさんでこのおひさんってROK の番組なんですよ。日曜日のお昼にやってる番組なんですけど、はい、旦那がすんごい高級な焼肉店のペアチケットが当たりまして、はい、去年だったかな。去年当たって、で旦那と行こうって言ったんですけど、はい、旦那は、はあ、もうだから行かないって言うんですよいや行こうよって言ったんですけど、はい、うんって言って友達と行けって言われて、はい、で結局ギリギリになって友達誘って行ったんですけど、めっちゃ美味しかったんですよ。いいですね。やばいぐらいで、金額見たらまあ驚くと、はい、結構高くて、一人一人前であの値段ってぐらい
してて、はい、それがラジオの番組で当選するってマジありえねえんじゃねみたいな。ありがとうございますってところですね。もう本当ですよ。ヤンポーさんが暇はないラジオを聞いてるからそりゃそうだわ私もそうですよ、はい、メールが何通か来てますので紹介したいと思います。お願いいたします。今紹介したヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。テーマ暇な日な、なん、え、暇の日の潰し方ですが、ラジオ好きなのに暇な日ってあるのでしょうか。確かに大抵ラジオ聞いてますので暇な日というのはありませんけど、今ラジオを聞いている方はおそらくラジオが好きだと思いますけど、暇な日というのが存在するのですするのか分かりませんと来ております。まあ確かにね、ラジオリスナーだとどうしても暇な時はラジオ聞きながら投稿してツイッターつぶやいてっていうのが、まあ忙しいっていうか忙しいんですよね、はい、私もそうですけど、私もその一人ですけど、暇な時があればリクエスト送ったりとかしますから。あ、確かに。でそれがかかるかずっとチェックしてるので、そうそうそう、結局暇がないんですよね。結局暇がないんですよ。はい、では、次のメールに行きたいと思います。はい、お願いいたします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、暇な休日どう過ごす。ウォーキングかな。アパートから少し離れれば海沿いになるので海風を感じながら海に近いところを歩くかな。体力作りや、体型維持にもなりますしねと来ております。うーん、いいですね。いいですね。私は、まあ、海近いのに最近ウォーキングしようとも思わないっていうどういうこったり僕はもう海が近くないので、はいはいはい、なんか海の近く歩ける環境っていいなって思いますけどね。でも海が近いとなんか逆になんか津波とか来たらどうしようとか言う人もいるじゃないですか。まあ、一応怖いっちゃ怖いですけど、ね、怖いっちゃ怖いですけど、なので癒しは本当にありますから、ね、ありますね本当に。まあ与那原、私が住んでるところはちょうど朝日が昇ってくるんですよ、はい、なので早起きすれば朝日が見れるという。おお、いいですね。でまあお正月元旦の日はちょっと早起きして初日の出を見たりとか、で今空撮りながらお散歩とかっていうのもありますからね。僕は名護に住んでたので、はい、大学生時代ですけど、はいはいはい、その時は自転車で運用まで行けたので、あ、結構よく行ってましたね。名護か、名護は私元カレいましたねヤンポーさんがウォーキング中もラジオ聞いてるけどねって来てますね。確かにウォーキングしながらラジオとかありありですからね。それは言えてます ね、 いいですね。私でも暇の日何してるかなと思って今考えたら、はい、家全部家事、あ、休みの日に全部家事終わって洗濯とか全部終わって、はい、さあ何しようって思ったら必ず LINE 開いてます。LINE 開いて友達に LINE してます。僕はですね、時間が空くと動きたいので、はい、もう必ず車の中にローラーブレードとアイススケートのブーツ入れてますね。おお、ブーツ、はい、もうだからもうすぐ時間が空いたらいつでも滑れるようにしてます。なるほど、動きたいっす滑りたい、久々に滑りたい。ヤンポーさんが東さんも東側ですけど、まあそうですね、うん、東側、そっか、東側になるのか。それこそ東村とかは結構朝日とか綺麗に見れるんじゃないですか。見れそうですけどね、はい、どうなんでしょう。結構高台とかも多いイメージなんで、うんうんうん、まあね、ヤンポーさん早起きして今空撮ったらいかがでしょうツイッターに上げるのもいかがでしょう、はい、アップすると皆さんがわーってなるかもしれないですね。旦那の
陸海空が、あの今空をよく撮るんですけど、はい、それのなんかコツがあるみたいで、はい、あの海沿いとかの方だったらあれなんですけど、あの必ず海と陸と空、陸海空全部入れたらめっちゃいいよっていう、はい、おいいですね。このなんかフランス国旗のトリコロールみたいにちゃんと分割で入れるとか、そうそうそう、そうそうそう、そんな感じがいいっていうのを私はアドバイスいただきましたよ。フランス国旗、あ、ドイツ国旗、ドイツ国旗かな、ドイツ国旗の方ですね。うんうんうん。ツイキャスの方で武蔵さんが、サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。ヤンポーさんがツイッターのもう一つのアカウントに上げてる、あ、上げてるの上げてるの、ね、私見てないけどな、見てない気がするな、多分。どうだろう。タミーさんも来ております。はいさーい、はいさーい。ではでは、メールの方に戻りたいと思います。お願いします。メッセージテーマ、暇な休日どう過ごすということで、はい、気まぐれネーム沖縄大好きさんから来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、暇な休日どう過ごす。僕の場合はゲームやラジオ、YouTube で時間を潰すことがありますが、たまに気分転換に外に出て、出かけたり好きなお店をぐるぐる回ってますと来ておりますね。まあ、お店も結構ありますからね。お気に入りのカフェとか、そういうところに行ったり。いいですね。私でもカフェとかそういうところ、まあ、体型っていうか、この髪型上似合わないので。そういうことないですよ。似合わないとかじゃないですよ。あんまり行かないんですよね。な、居酒屋とかだったら、まあよく行ってましたけど。逆に。うん。ツイキャスの方でナッティーナチコさん来ておりますね。サッチーお疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。ヤンポーさん、3日前にあげてる。え、3日前、よし、後でチェックしよう。ラントさんも来ております。あ、サッチーさん、こんばんワンワンと来ておりますね。こんばんワンワン。今あの多分キャスに来てる方は多分今週のテーマが分かってないと思うので、もう一度お伝えしますが、暇な休日どう過ごすで、あの皆様からメールを集っております。よろしくお願いします。今多分メール送っても間に合うか間に合わないかのギリギリだと思うので、キャスのコメントの方で参加していただけると私は読められるのでお願いします。お願いします。ではでは、メールに戻りたいと思います。はい。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ダンサーズさん。ありがとうございます。ありがとうございます。暇な日ですか？コロナ禍で感染者が多いときは引きこもり生活してました、うん。とにかく暇なので、ネットばかりしてましたね、うん。その関係なのか、スマホのギガが全然減りませんでしたね。そしてようやく落ち着いてきたので、今の時期アクティブに外出することが多いです。余談ですが、明日は大阪に行きますよ。皆様の暇は増えてますか、それとも減ってますかと来ておりますね。あ、そっか、あの収録が今日12日で、はい、確か明日だったかな、13日、はい、大阪でなんかお笑いライブがあるとかで、どこだったかな、オリジンの、おオリジンさん大阪でやるんですね。はい、お笑いライブがあるとかで、はい、なんか行く方もいらっしゃるようですよ。まあいいですね、楽しいですよお笑いライブ。私まだそう、なんか行ったことなくて、お笑いライブ。あ、そうなんですか。行ったことないんですよ。
ぜひぜひ行ってみましょう。オリジンの、あの、はい、起承転結が毎月1回あるんですけど、はい、行ってみたいなと思いつつも旦那と時間が合わなくて結局行けずじまいっていう。あの FM 議論ではあの FEC チューンドのメンバーがああやってますね。あのまあ、FEC のメンバーのライブとかも結構お安い値段でやってたりとかするので、はいはいはい、ぜひぜひ興味のある方はぜひ行ってみてもらいたいなと思っております。はい、キャスの方で、ラントさんが暇な休日寝る正解正解正解ヤンポーさん、ヒープーさんが言ってたよね。あ、そうそうそう、お笑いライブのなんかあのユーリキアさんが今度ゲストで来るみたいで。おお、いいですね。ユーリキアさん面白いですからね。面白いですよね。はい。ナッティーナチコさんが JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。まだチケットあります。いや、明日13日、道頓堀ザザでいいのかな。はい。で、18時から遊びに来てね。ハッシュタグオリジン大阪で来てます。だってさっち一緒に行きたかったなって来てますね。私も大阪とかマジ行ってみたい。大阪行ってみたいですね。なんせあの関東は行ってても関西は行ってないっていう。一回だけ行ってあのバーで飲んだことあるんですけど、はい、楽しかったですよ。へー、いいなあ。私もだから行きたいと思うんですけどね。なかなかあのその前に親戚のあのお姉さんとあの先週いたおばあちゃんが旅行に行くという話から全然前に進んでおらず、はい、ありましたよね。旅行に行くってお話が。そうで、なおかつあのシーミーが17日に入ってるっていう。で、また、なおかつ28日は親戚のあの、なんとしび祝いが入ってるっていう、なんともまあ、忙しいですね。忙しい5月になっております、私。はい、ナッティーナチコさん、食べ飲み歩きとか楽しそうだよね、と来ておりますね。大阪は本当に食い倒れの街ですからね。たこ焼き。お好み焼き。いろいろ。食い倒れの街の大阪に行きたいとヤンポーさんも言っておりますね。いや本当ですよ、美味しいものばっかりなんでね。まあ行きたいな。本当になんか生のあの関西弁を聞いてみたい。いやまあ関西弁を話す方は結構知り合いにいるんですけど、はいはい、女性が関西弁ってこと可愛いですよね。そうなんですか。はい、なんか大阪のおばちゃんのイメージで強いのかなと思ったんですけど、はい、いやあの若い女性が話す関西弁を聞くとめっちゃ可愛いって思います。ああ、逆にそう可愛く見えるんだ、はい、私全然聞いたこともないからよく分かんなくて。意外と大阪の関西弁って優しいんですよ。へえ。神戸がきついです。あれ、私の旦那10年ぐらい神戸にいましたよ。あの結構この違いがあるみたいですよ。うん、あるんだ。はい、意外だな。私そういえば暇な休日で話題取ったのに自分のことを全く喋ってなかったっていう。あそうですよ、もうあと3分ぐらいあるので今のうち話しておきましょう。私暇な日っていうか全く何にもない予定が全くない日っていうのが本当になくて、はい、急に用事が入って沖縄市行ったりとか、うん、で急に買い物行かないといけなくなって結局帰ってきたりとか、はい、いろいろあるのでもう数時間暇があるかなって思ったら家でラジオ聞きながらぼーっとしてます。わー、いいですね。ぼーっとしてあのインコちゃんを飼ってるんですよ、石製インコ、はい、石製インコと遊んでます。いやーまあでもやっぱり充実してるってことじゃないですか。充実しすぎかな。はい、暇な日がないってことは。まあね、まあまあまあ、たまには暇な休日がって思ってたんですけど、はい、暇な休日あっても逆になんか暇すぎてたまらんなって最近思ってきて、はい、なのでもうなんか勝手に自分で予定入れてるんですよ。おー、この日は何時からどこ行って、この日は何時からどこ行ってみたいな、暇な日を作らないようにしてますね。旦那の陸海空さん来てますね。
大阪の女より神戸の女の方がいい声出す。そうなの。ヤンポーさん、結局ラジオじゃん。そう、そうなんですよ。私結局ラジオに行くっていうね。はい、では残り1分半になりました。はい、では5月28日分のテーマに行きたいと思います。お願いいたします。来週のテーマは好きな鶏料理です。おお、好きな鶏料理。鶏料理。ありますよ。ありますね。皆さんのおすすめぜひ聞きたいですね。というのも、毎月28日が鶏の日らしくって。あ、そうなんですね。そうなんですよ。そっか、28で2羽。わあ。なので。そしたら翌日、肉の日ですからね。そうですね。はい、2羽、肉っていう。そうそうそう。はい、なので、今回は、私の時は28なので、鶏料理を聞こうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、お時間となりました。はい。また来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキさんのキャンでした。また来週。じゃあねー。ケンタッキーしかない。来ると思った。ケンタッキー来ると思った。私も鶏料理って聞いた瞬間にケンタッキーしか思いつかなかった。でもよくよく考えたらいろんなのがあるんですよね。まあ、うちなんちゅうのソウルフードといっても差し支えないですからね。そうですね。あ、ナチコが拍手してる。気まぐれサッチ。いや、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとパソコンを使うみたいなので今日はお早いですけど止めましょうね。終わります。お疲れ様です。じゃあねー。